ってるかな。よいしょ、行ってみ。これコールさんの先輩の鍼灸師の先生刺されたんですよ、実は。南海ホークス好きやねん、鍼灸師の先生、ハリシン、ナンバーで。ただね、あ、珍しく飛んじゃった。これはね、あの鴨川で作った歌詞で、またこれ作った次の日か3日ぐらいかな、安倍首相が鴨川の掃除して。まあうちもね、デートとかもよく鴨川でしたし、まあマンボとの思い出も鴨川なんですね。あ、そうそうそう、マンバーと久江さんとか、あ、小竹さんには渡してるのね、マンバー。あと誰に渡してんのかな、これ。アスカ持ってたかな、これ。送ったよ、送ってないように。ピースオブローズ、キャンドーマウェイ、ピースオブローズ、キャンドーマウェイ、ただ一つ広がる想い、限りなく伝わる気持ち。そうそう、そのね、鍼灸師さんの場面、なんつうんだったかな、ね、なんかすごいかっこいいギタリストだった、上手なんですけど、まあ、ね、びっくりしたね。あ、そうそう、今朝のピキョピキョ。